もちろん私の監督責任なのですが、子供を完璧にコントロールすることなど不可能だと痛感しました。いや本当、子育てって難しいですね。他人を真に理解するのは不可能だ。それがお前の本質か、デズモンド。全くその通りですね。そうだな、話せばわかるは理想論だ。理解できるなんて思う方が傲慢なのかも。アーニャ、今日お菓子屋さんで人質交換してこようと思う。そうか、頑張れ。俺は情報を集め、理解を探る道を手放さん。諜報員だからな。総裁も。君は正しいとも言える。アーニャが君の発表に痛く感心していたよ。帰ってくるなりその話ばかりで。あいつが総裁のお仕事への深い尊敬と造詣がにじみ出ていて感動しました。聡明で親思いのお子さんですね。ダミアン君のレポートを聞いて少し興味が湧きました。総裁は真剣に国益のことを思ってくださっているのだなと。もういいよ、おっさんやめろよ。ごめんよ。あいつそんなに君のことを嫌ってるわけじゃないと思うんだ。仲良くしてもらえたら嬉しいな。別に俺も。一流の家庭になれるよう頑張るよ。それじゃあ失礼します。